こんにちは。こんにちは。元気ないですね。ダメかもしれないです。何がダメですか。いやあの2ヶ月前ぐらいにね、広島がさ卵を産んだじゃん。はい。でそれをタッパに入れてね観察しとったんよ。うん、で3つあるうちの2つはもうダメだったね、完全に最初から。1個はその反応があったね、卵の殻が白くなりだしたんよね。だけどおいけるわと思ってずっと待っとったんだけど、でまあもう2ヶ月経ったけどね、いろいろちょっと見とったら、ね、最近色がすごい悪くなってきよったんよ。あの白からなんていうかな、ちょっと緑というか茶色というか、でちょっと匂いもしてきたよね。匂い？うん、でまあ腐ったような匂いね。マジっすか。で一応こうライトで照らしたら、そのなんか血管っぽいのは途中見えとったんだけど、なんか調べたらなんか全部が埋まるらしいんよね、亀の、あの体で。ああ、光照らした時に隙間がない感じに。そうそう、ならしいんだけど結構隙間があるんよね。あ、そういうことか。ダメかなって感じで、臭い匂いがしてきたけど多分腐り始めとるんだと思います。あ、日数的にはどうなんですか。いよいよな、うん、2ヶ月だけ、そろそろだよ。あ、本来は、うん、でもまあまあ中の色が変わってないし、うん、まあちょっと腐り始めとって、うん、カビみたいなのも生えてきだしたけど、もうダメかなって感じです。あ、ちょっと厳しそうですか。ちょっと厳しい。これがもう分かった瞬間ね、元気なくなるよね。ずっとまあまあ伝わるっすよ、愛がね。すげえ楽しみにしとったっすもんね。しとったよ、ファミリー増えると思って、もう庭も増築しようかなと思ってた。ずっとにら眺めようったっすもんね、うん、なんかごめんねって感じ。ああ、いやでもなんか全力は尽くしたけどね。ああ、そうですね、できることはねしたけど、ああダメかなって感じです、うん、結果的に。無精卵じゃなさそうでしたね。でもなんかさあ反応したっけね。反応はちゃんとあったっすもんね、うん、だからそこは間違いないでしょ。いけるかなと思ったけどやっぱダメだったね。ああ、ダメでしたか。で、今ちょっと石亀の子供を飼うか悩んでます。ああ、実際に別のところから、うん、ペットショップとかで売ってたんですか。売っとる売っとる。でそいつらがこうピチチチってやったら走ってくるんよ、こうやってやってくるんよペットショップで。かわいいですね。かわいい、かわいいですね。ほんとこんな、こんぐらいのサイズ。はい、こんなん。あ、そんなちっちゃいですか。小さいけど。へぇ、ああどうかなって感じ。おお、まあそれもありっすよね。いわばありっちゃありでしょ。いや、ありっちゃあり。新しい家族を迎え入れるのはどうしようかなって悩んでます、うん、まあだって完全にさ俺より長生きするじゃん、ちっちゃいの買ったら絶対もう心配ですしね。石亀そんな長生きせんすよ。せんの30年とかじゃないですか。でも30年って分からんじゃん、俺もう34よ。いやまあね、還暦の方にどう説明するんですかそこら辺。する亀万年じゃないん。まあね、あれ嘘なん。まあ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 長生きしますよ、もちろん。そんな5、60年は多分生きんと思うんですよ。いや、そうな。多分まあちょっとね、そこがね、うん、なんかちょっとこの9月、あ、10月はちょっと悲しいなっていう気持ち。悲しいですね、うん、一応でもまだ見てるんですよね、うん、もうでもだいぶ臭くなってきたけど無理だと思う。あ、そうですか、ね、悲しいですね、うん。まあでもまだ産むチャンスはあるんじゃないですか、有精卵。もうないですか、冬越えるっすもんね、1回。うーん、2回越えるけんね。あ、まあオスが、でかいオスがいるよね。あいつが何歳なんかもわからんし。そうっすね、確かに、うん、全然わからん、うん、あいつがメスだったことにさ、知らん。卵産んで気づいたぐらいで。まあ、気にしてなかったっすもんね、そりゃ。でしかも最近外寒いけんね、もう餌食べんくなってきた。冬眠モードですか。うん、冬眠モード入ってると思う、だいぶ。おお、気持ち的にはもう冬眠いっちゃるでみたいな感じだと思う。いっちゃるでって、あ、結構張り切っとんですね、冬眠するにも。
買いましょうよ、じゃあ子亀もう買いましょう、受け入れましょう。何匹か、何匹、え、何匹、1匹じゃないですか。いや、3匹ですよ。そんな1匹か、え、3匹も買うんですか。え、4匹ってこと、トータル。うん、まあ、でも多分一緒には入れれんけんね、あのでかい水槽には。ですよね。もともと増築予定だったんですか、子亀が生まれて。増築予定だった。3匹買って増築予定。増築予定だった。大家さんに言って、あのさ、ここにあの亀の庭作ろうかなと思いよったり。ああ、本当に一回申し出て、うん、だったけど、うん、なんだかなって気持ちです。そういうことですか。じゃあもう子亀3匹買って増築しましょうよ。亀、亀ワールド、亀ランド作る、亀ロ、亀ランド。いや、だからあの子亀でさ、冬眠だって、もう飼ってもさ冬眠に入るじゃん多分。うんうんうん、であのミニで冬眠とかいけるんかなって感じ、怖い。あ、ミニは多分とりあえずヒーターで多分越冬でしょ。ああ、超えた方がいいな。魚用ヒーターで越冬するしかないでしょ、とりあえず。でもそしたら一生冬眠できん体にならんかね。ああ、リズムが冬眠した方がなんか長生きするって言うんだよ。ああ、じゃあ下手に子亀買う方がいいかと思ったり、もうどうしたらいいかわからない俺には。そういうことっすね。こっち主張する系、それを似合っとるっすよ、似合っとる、よう似合っとる。まあちょっと悩みます。3日ぐらい、3日ぐらい悩むんですか。3日悩みます。悩んでちょっと答え出します。ん、それその亀の、はい、どうするかをどうするかです。もろもろ、なるほど。だってあいつら元気に餌食う姿かわいいよ。ああ、結構がっつくっすもんね。うん、こう餌が見えたらこう、うん、あの食べる瞬間だけ早い。そうですね、それまで遅いくせに。亀らしく遅いっすね。でもあいつはブドウが好きなんよ。ブドウすごい、俺見たっすけど。ブドウはもう普通に手から食べるけど。めっちゃ食うっすよね。追いかけるの走って。おお、大好きなんですよね、ブドウ。ブドウが好きです、あいつは。めっちゃ食うっすよね。こうやって手でやっても食べるけど。ああ、見ました見ました、あれはやばかった。あんた多分あのスナック菓子みたいなの多分いけると思うけど、ね、手でやったら。あ、毎日話しかけてるけどね俺。やばいよ。やばくはないだろ。やばくはないだろ。ペットだって話しかけでしょ。まあ、あ、まあ僕も話しかけますよ、魚とかにも、うん、それで一緒。え、それで一緒。そっか、だって俺持ってもあんま逃げんもん。あ、カメ、うんうん、他の人がパッと見つかってファッとすぐ逃げるけど。逃げるんですか。こうやって持ったもん全然。逃げる前に持つんじゃなくて、最近あのな、手で避けたりせんもん。ああ、抵抗せんのっすか。こうなってる、捕まえたら。ああ、身を委ねてんだ。そうそう、青木さんに。でそーっと置いてあげたら全然嫌な顔せんけ。おお、なるほどね。そこまで愛が深いとやっぱ家族いるね。やっぱりもっと欲しいね。うん、まあ3日後ちょっと考えるわ。ほんと考え、ちょっとずっと考えてる。結構それで頭いっぱい。飲みますよ。ね、じゃあまた答え出してください。うん、うん、あと話変わるんだけど、コーチジャケットを作るようにさらっと出すね。はい、今年コーチジャケットをもう10月の半ばぐらいに販売しようかなと思って、はい、すごい考えてます、うん、すごい考えてます、うん、すごいかっこいいデザインをちょっと打ち合わせたくさんして、もう過去一かっこいいんじゃないかって感じです、気持ち的には。今じゃあ頭の中亀とコーチジャケットいっぱいってことですか。まあそうだね。いや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 、バイクのことはちょっとないんですか今。ちょっとないかもしれない。あ、ちょっとないですか。やばいっすね。イメージだね、まあ、ここに胸にと背中にと、あとここにもちょっと刺繍入れようかな。おお。でここにタグもつけようかなみたいな。おお、結構じゃあおしゃれっすね。結構ここかっこいい、普通に。かっこいいですね。もうそれ羽織は完璧みたいな。いや、それと。まあそれと、まあまあまあセットで、なんかまだあるんすか。いや、ないないない、ね、まあとりあえずそれ切ればかっこよくなるわけ、うん、とりあえずは。かっこいいと思う、その、うん、普段でも着れるようなデザインだと思う、俺はね。ああ、なるほど、普通に街行くときとかで。そうそうそう、バイクに乗らんといけんっていう格好だね、うん、まあもちろんバイク乗ったらかっこいいと思うけど、うん、で腕っていうのは何ですか、うん、腕になんかこうつくんですか。
こう刺繍が。あ、刺繍、うん、あ、いいね、刺繍。ワンポイント、本当ワンポイント、うんうんうん、おしゃれ、おしゃれです。で、色も黒と、リトルブラックと、ヒロキングデッドと、はい、コージグリーン、この3色でいこうかなって感じ。あ、青木ブルーはないですね。ないっすね。そうっすか。ないっす。いいっすね。先に言っとくと、うん、俺、あんまりそのヒロキングデッド、ヒロキングデッドってちょっと、ヒロキングデッドなんよ、今回は。ヒロキングレッドの色がかっこいいなと思って。一押しがヒロキングレッドなんですかね、うん、まあ、コージグリーンは安定のコージグリーンって感じ、はい、で黒も普通にもう何でも合わせやすいって感じ。黒はね、黒って言うんですか、ね、リトルブラックリトルさんの色的にもリトルブラック、リトルブラックもいい感じ、うん、いい感じ。あ、思いますか。で、赤ってさ、ちょっとなんか俺なんか難しいよね、うん、赤っていつ着たらいいか分からんけど、今回はキングレッドは、キングレッドは濃い赤ね、バーガンディーレッド。おー、バーガンディー、人気なカラーですね。そうそう、人気なんでね、それ人気ですね。俺、なんか色かっこいいなと思って。ちょっと大人な感じのやつですか。そうそうそう、落ち着いた感じのね。そう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 、赤ってのパーンってこう明るいのじゃなくてね、あんま語らないんでしょ。いや、語ってもいいです。ああ、そうっすか、そうっすか。リトルさん、意外に服好きじゃん。あー、好きっすよ、はい。俺は分からんけどさ。あー、ただ今回は本気入れてると。そうそうそう、すごくヒロキングレッドが一番いいかなって感じ。一番いいって言ったらおかしいけど、うん、なんか一応どんぐらいに出そうですか、今の予定じゃ。15日以降じゃね。15日以降、うん、じゃあ皆さん、あれですね、小遣いのちょっとタイミングをねあれですよね、皆さん、そのね、何もいいよ、あれ何もいいよ、よし買うぞってこうね思ってますよね。買うぞって準備がいいですから。結構ほんとかっこいいと思う。どうですか、なんかね、ちょっと難しいな、表現しにくいけど、うん、かっこいいなと思う。まあ、およいその紹介動画というか、うん、ね、出るでしょうから、その時しっかりその思いとかを語ってください。どうしようかなって感じ、本当に。っていう感じですかね。カメじゃね、やっぱ。カメですか。そんな感じです。まあ、じゃあ最近の悩みはもう亀ですね。亀とコーチジャケット。うん、 OK です。またお祝いじゃ両方ともお願いします。ありがとうございます。はいはい、じゃあちょっとまた亀の件については報告させていただきたいなと思います。わかりました。お疲れでした。